フランス国立工芸院は、フランス高等教育、研究、イノベーション省が管轄する、科学と産業の振興を目的とする、グラン・テタブリスマン及びグラン・ゼコール会議のメンバーである。パリ3区に本部がある。フランス革命時に創設された3校のうちの1校である。1794年にカトリック神父、アンリ・グレゴワールにより、工芸に関わるあらゆる機械、道具、設計図、記述物、書物を保存しようと提唱され、使われなくなっていたサンマルタン=デ=シャン小修道院の教会堂の建物を用いて、フランス革命中の1794年10月10日に創設された。公式には1802年に開館した。パリ工芸博物館が付設されている。当初は発明品の収集が目的であったが、後に国立の教育機関となった。現在は社会人のキャリアアップとして専門技術者資格取得を目指す継続的職業教育の場として夜間講座を提供するのが主な役割となっている。バカロレアレベルから博士課程までを対象とし、様々な職業の実務や研究など多岐にわたる専門職業教育が行われている。フランスの国情によりその名称は王立工芸院、Conservatoire royal des arts et métiersや帝国工芸院、Conservatoire impérial des arts et métiersとなったりもした。クナムの3つの目的継続的学習の提供テクノロジーとイノベーションに関する基礎研究プラウト科学とテクノロジーの文化の保全フランス国内の28の地域センターと150のトレーニングセンターが結びついている。個々人及び企業及び政府の要求に応えるようにバカロレアレベルから博士課程レベルまで様々なプログラムが提供されている。クナムの約8万人の学生のうち、約半数の4万人は地方の生徒である。また、フランスのみでなく、広く欧州、北、アフリカ、サハラアフリカ、中東、アジア、ラテンアメリカにも拠点を持つ。外国人学生は1万以上おり、フランス外が半数である。年間8万5千以上の青年が入学し、トレーニングが行われている。7割以上は職業人である。クナムの提供するトレーニングとは、バカロレアレベルのエンジニアリング学士と、企業内や公共機関で必要とされる、諸活動分野の修士、博士である。トレーニングプログラムは、すべての人に対して開放されており、職業人、フリーランスワーカー、求職者など、その要件を問わずに可能となっている。インターネット、電話トレーニングで、通信教育プログラムが提供されており、10人に1人は通信教育プログラムで参加している。文書のデジタルアーカイブのネットワークでの公開も進めており、フランスの古い文献がウェブ公開され検索閲覧が可能となってきている。ありがとうございます。